はあったり、場所によってはマクドナルドでそれ売ってたりもするんだけど、それが昔の人の味だったんだね。でも飛行機がこれだけ飛ぶようになったら、いろんな部分でね変わってきたの。だからハワイの人が日本に行って帰ってくるとこういうふうに言う。私たちが食べてた日本食は違かったって、本当の日本食とは少し違かったんだねって話をする人がいるけど、ないものを日系人が知恵を絞って作ってくれたんだね。はい、カエルワっていうあたりから少し抜けながらワイマナロというところを通過しながら行きますが、なんか今お相撲やってるけどね、うん、昔ハワイのお相撲さんいっぱいいたんだね。本当は12人行ったの。でもね、知ってるのは 3,4 人と思う。全員強くなったわけじゃないからね。で、みんなハワイから行ったからハワイの人だと思ってるでしょ。違うんだね。ハワイアンって呼ばれる民族の人たちというのはたった2人しかいないの。じゃあそれ誰かって言ったら、初めに日本へ行った高見山さん、あの方マウイ島の出身で、これから通るワイマナロっていうのはアケボノさんで生まれたところ。アケボノさんもハワイやん。じゃあ小錦さん、武蔵丸さん、島の反対側の方に住んでるけど、彼たちはハワイア民族ではありません。誰かっていうと、彼たちはトンガとかサモアの方です。全然違うんです。体が大きいので分かりにくいですが、見分けがつきにくいという意味でね、言葉がまるっきり違うんですよ。ハワイだとアロハっていう言葉言いますが、アが他に変わってタロファって言うんですね。でトンガとかサモア、あの辺はねちょっとハワイと違くていいのはね、昔ねガスライターとか火なんかない時代ね、火を起こすのは男の人の仕事だったわけですよ。木をこすり合わせて火を起こしちゃうわけだからね、大変な仕事だったわけです。そしてこれを右に曲がっていくとね、ポロ競技場が見えます。ホノルルポロクラブというね競技場が見えてきて、プロラルフローレンって言ったらわかるんじゃないかと思いますが、はい、この右手のところに松並木が出てきますけど、松並木の中側に馬がいます。日本のテレビでいろいろ出てらっしゃるもやもやサマーズさん、よくハワイでテレビ番組撮られますけど、ここも来てましたね。いろんな形でハワイを宣伝してくださってるんですけど、ホノルルポロクラブ、後ろ側見えるのがコーラウ山脈、下の方のコーラウの下の方が色が変わってきてるんですが、これねマンゴーの花だったりマンゴーの部分で色がちょっと変わってますね。そしてワイマナロというあたりを通過して、はい、前にあるこのコーラウ山脈の一番端っこのところをくるっと横切っていきますからね。あそこは取ったんです。でこの辺りはハワイアン自然保護区です。ハワイにはいくつかの保護区があるのですが、昔はここハワイアンの土地だったんで、ハワイアンの方たちは アメリカになった時点でこの土地を自分のものではなくなってしまったっていう部分があるので、保護地区として設定をしているところがあります。パパコレアという言い方をしますが、これはハワイアン民族の血筋を 50% 以上、つまり父親母親どちらかが純然たるハワイアンであれば99年間土地借りられます。で毎月時代、毎年ですね時代を納めてまいりますが、この時代なんですがたったの1ドルです。これはハワイアン民族の方を守るためのものなんで、この辺り全部そうです。それからこの辺りちょっとご覧いただきますと、ヤシの木に実がついてると思います。皆さんがワイキキへ戻られた時にご覧になってください。実はついていないはずです。というのは昔ヤシの木の下で休んでる方の頭の上に起こったんですね。
だその方ハワイ州相手取りまして裁判したらハワイ州負けちゃったんですよ。だから全部切るんですが、これ個人のお宅です。ですからヤシの木こうやって生えてますね。でこの人たちテント張って何かバーベキューしたりするのかな、何か集まりでしょうね。今タロイモ売ってましたね。ハワイの人たちの主食は お米ではありません。タロイモと呼ばれるね、日本でいう随気ですかね。それが主食になるんでね、発酵食品です。芋をすりつぶして発酵させていくので酸っぱいです。よくスーパーマーケットに行くと袋に入ったものを売ってますが、子どもの離乳食としては大変いいものだということで今すごく見直されています。そしたらこの奥見てください、海の色綺麗ですよ。私ここから先が一番絶景だと思ってるんですが、昔昔ですね、木村拓哉さんと常盤貴子さんのロングバケーションですかね、あれのラストシーンなんかにも使われたり、いろんな形でこれコマーシャル撮影など撮られるエリアですね。いいですか、綺麗でしょう。で左側に小さな島が見えてきますが、この島ウサギ島といいます。戦争の時代には本当にウサギをそこへ放していたと言われています。食料の代わりだったそうですが、今は何もしてないんですね。ここモロカイ海峡というのが流れてて、潮の流れが大変強いのですが、これ全長行きますとモロカイ島、ラナイ島、マウイ島、そちら晴れてるとはっきり他の島が見えてきますよ。堤防ダムは一切ありません。ハワイ浅瀬なんですが、全てサンゴが波を消してくれるので、白波の向こう側は深いですけど手前は空いてます。3連休だからみんな泳いでますね、来てますね。朝早くこの辺りを何かで通過するとクジャクが歩いてたりね、ヤギがいたりするんですけどね。なんか集まりですね。ハワイは1歳の時に大きな、これバースデーですね、1歳の時にお祝いをします。というのは日本のように3歳、5歳、7歳という七五三というのがないので、昔は多分に1歳までの子供の生きられるパーセンテージが低かったんでしょうね。ですから1歳をものすごく大きくやります。それから20歳の成人式ではなくて17歳という形でも大きくやりますね。ただね、こういうお祝い事っていうのは祖先がどこから来た民族だっていう部分でも若干の違いはあるんですが、はい、綺麗に見えてくると思いますよ。クジラが帰っちゃってるんだね、もうね。ザトウクジラが冬の間ハワイたくさんやってきます。まもなくシレーパーク右手見えてきますからね。またこのエリアはですね、パラグライダーですかね、ハングライダー、それの世界記録の出た場所なんで、よくこれ飛んでることありますね。ではですね、シーラインパーク到着いたしましたら、貴重品は必ずお持ちいただくように一緒にバスを降りてまいりますが、最終号の時間後ほどまた申し上げますが、同じ場所にバスが戻ってくるという形になりますのでね、
その右手がずっと何かをこう餌付けをしたりしてるんですが、この右側がね、シラッパーク見えてきますからね。あ、ちょっと海の色見るとハワイだね、ブルーハワイって色してるね。あ、シラッパーク、もしかしたら子供の中のプログラムやってるかも。子供たちもいっぱいいて、これ出る方向なんで反対車線からもう一回行きますね。くるっと回りますよ。お写真時間取るぐらいの10分ぐらいでね、10分手前ぐらいでお止めしますけど、それからまっすぐ湾へ戻るんで、バス集合の前には必ずお手洗いをお使いいただくようにお願いいたします。こちらの出発がですね、今2時10分前なんですが、3時20分には出発させていただきたいと思います。また時間に変更ありましたらご連絡しますので、はい、じゃあ参りましょう。手のあれに、あ、どうも。たびたび。